こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日はこの藤棚、後ろに太陽が見えてますけども、藤棚から光が漏れてこうピカッと光るのをうまく撮ろうかなと思ってやってきました。やっぱりね、レンズの絞りを絞り込んでいくと光防というのが出るんですけども、その光防でキラッというのと、あとはクロスフィルター、スノークロスのようなフィルターでキラッというのではどういうふうに表現が違うかということを検証していこうと思います。藤棚、今ぐらいの季節だとまだ花が残ってるか、枯れた花が残ってるかといった感じなんですが、今年は早くってもうゴールデンウィーク中に花が全部なくなったといった感じですね。今ATX-M の 56mmF1.4 のソニー E マウントのもので、絞りがこれは 4.5 ぐらいかな、 5.0 か、 5.0 で30分の1秒という状態でこういった感じですね。もっと絞り込まないと光の光防がキラッと線が出ないのではないかなと思うんですが、そうすると感度を上げればいいのかな。思いのほかですね、日陰の部分で逆光で撮ると暗く出るという感じがしますね。今感度を ISO 400まで上げて30分の1秒で F16 か、はい、といった感じにしましたけど、ただ光防の線が出ないんですね。ただこの辺はね、微妙な光のコントロールということで、直接光を当てすぎるとセンサーに良くないなとも思うわけですが、今キラッときましたね。こういう形で光防がなんとなくは見えます。あまり当てすぎないようにしながら、こういったところをチェックしていって撮ろうと思います。絞りに関わらずに光の線を表現しようということだと、このスノークロスフィルターですね、これだとそうですね、光をかなり強く当てなくってもクロスが出るんではないかなというふうに想像します。それではこのスノークロスフィルターを当てがって撮影してみましょう。はい、今これはスノークロスフィルターを当てがった状態で、絞りが F13、 シャッタースピード30分の1秒という状態です。だんだん太陽の方に向けていくと、こういった具合でスノークロス6本線が出るといった具合ですね。光の漏れ方がこれだとちょっと大きすぎるかもしれませんから、センサーが怖いですね。ただ絞り F13 で撮影ということになると、ちょっと線が切れたようになるわけですね。クロスフィルターの使い方のポイントとしては、やはり絞りをもっと開けて撮るということになりますから、今度は感度を下げて絞りを開けて撮影してみます。はい、これは絞りが F4 でシャッタースピード160分の1秒の動画です。光の漏れ具合がちょうどいいぐらいですね。こういった感じでキラキラキラといった表現ができています。これクロスフィルターを外すと、はい、こんな感じですね。結構実際の光の量よりもクロスフィルターをつけたおかげで光が派手に表現されているというのがわかりますね。次に今絞りを F1.4 まで開けた状態で、はい、1.4 だとかなり派手に出るということがわかりますね。もうちょっとこれシャッタースピードを早めていくと見えますかね。こういった形でキラキラしてるという表現ができました。今ちょっとセンサーが怖いからこのぐらいで切り上げようと思ったわけですけども、スノークロスフィルターによるこの光源の表現というのをチェックしてみました。太陽のこの漏れるところからですね、もう思いっきり太陽入れちゃうとセンサーが怖いので、漏れるぐらいの状態にしておいて、こうやってクロス表現をするということで考えていただくといいかと思います。